はい、こんばんは、友太郎でございます。私はここ10年ですね、日本でブラック企業で働きまして、身も心も隅田川のように汚されまして、今現在ではですね、日本を脱出しまして、シンガポールで永住権をもらって、生きております。今日はですね、外国語を勉強している時に必ず耳に入ってくる周りの人たちからの妨害についてですね、お話ししたいと思います。私これ自分で昔実際に体験してみて初めて分かったんですけども、外国語を勉強してると妨害してくる人とかですね、で彼らが織りなすそのネガティブな意見にほぼ 100% の確率で遭遇します。でこういう、今から紹介するんですけども、ネガティブな意見言ってくるのっていうのはおそらく全国にですね1億2000万人ぐらいいるんじゃないかなっていう勢いなんですけれども、非常にね、外国語を一生懸命頑張ってる人間にとっては邪魔な意見なので、それについて皆さんをこう安心させる意味でもこの動画で理論的に反論していきたいと思います。でその意見ってのがこれです。英語なんてコミュニケーションツールの一つでしかない。他に重要なスキルいっぱいあるよ。本当に定番ですよね。語学勉強してたりですね、これから勉強しようっていう人でもですね、一度は聞いたことがある、もう本当どちゃくそ後ろ向きな意見じゃないでしょうか。で人が一生懸命やってるのにですね、本当すごく勘に触りますよね。はっきり言っておきますけども、海外で働いている私からしますとこれ大きな間違いです。語学をですね、外国語を習得するとそれだけで立派なスキルになります。これは 100% 断言できます。でこれ考えてほしいんだけど、コミュニケーションツールの一つ、ツール要するに道具って言ってますよね。で例えばトンカチとスマホがあるとします。これどっちも道具といえば道具ですよね。でどっちが使用頻度が高くてどっちが役に立つかっていうと、当然スマホですよね。チケットの予約から友達との連絡、仕事の資料のやり取りから YouTube のしょうもない動画の視聴とかですね、もう我々今スマホなしでは生きていけないですよね。毎日使ってますよね。で一方そのトンカチっていうのは釘を打つ時か、ムカつくやつの顔面ぶん殴る時ぐらいしか使わないですよね。でどっちが役に立つかっていうと、これは明らかにスマホです。で英語も同様でですね、海外にいると仕事のやり取りから好きな女の子の気を引くための必死のこの自己アピールですよね。で、そういったことから毎日当然使うわけですよ。で、ローカルの人との人間関係を深めたり、時には相手と口論になって何か反論するときとかですね、もしくは日本政府の悪口言うときっていうのも、何にするにしても英語っていうのは、語学っていうのは必要になります。で両方とも道具なんですけども、使用頻度っていうのは明らかにスマホが段違いで使いますよね。英語も同じなんで、このように圧倒的に使用頻度の高い言語っていうものをですね、習得するっていう事実をですね、意図的にこう過小評価するっていうのは私は本当に間違ってると思ってます。大体ね、こういうことを言うやつっていうのは外国語喋りませんからね。外国語の習得っていうのは確かに難しいし本当に大変なんだけども、でほとんどの人諦めちゃうよね、途中でね。でも自分が諦めたり自分ができないからって言ってですよ、今一生懸命その語学を習得してる人に向かってこういう根拠のないネガティブなことを言うのっていうのはね、本当にやめてほしいですよね。しかも完全に誤った情報ですからね。でだから今その語学を学んでる人っていうのはこういう意見っていうのは一切聞く必要がないです。それにね、これはもちろん例外はあるだろうし、私が見てきたものが全てとは言いませんけれども、海外で働いててすごく思うのが、その人の収入っていうのと現地の語学の習得度合いっていうのは完全に比例します。だから例えばこの場合で言うと、私の場合で言うと英語が流暢であればあるほど、その国でより高度で複雑な仕事、要はいい給料の仕事に就ける可能性っていうのは一気に上がります。もし海外移住目指すなら、これは肝に銘じておいてほしいなというところですね。でそれに私の他の動画でも言ってるけど、英語を習得して一定のレベルに達すると、今度はその日本語ができるっていうことが現地では強力な武器になります。
で、日本人が英語を習得するには最低でも2000時間必要っていうふうにされてますし、それ以降もね、ずっと勉強していかなければならない非常に難しい分野になるので、だからその英語をね、流暢に喋れる日本人っていうのはすごく数が限られてるんですよ、実は。で、そういう人材っていうのは海外で重宝しないわけないんですよね。え？英語喋れる人いっぱいいる？私はそうは思いません。私からすると、その英語を喋れるっていうのは、例えば自分の過去の失敗談とか、今まで自分がどんな人生を送ってきたのか、これからどういう人生設計をしているのか、なぜ日本はこれほどまでに衰退したのか、なぜ日本ではこれほどまでにですね、ロリコンが多いのか、こういうことを事細かに英語で説明できる人、で、そしてそういうことをローカルの人と議論できる人、こういうレベルにある人になります。だからこういう、そこまでできる日本人っていうのは非常に少ないと思いますよ。で、そしてその英語ができない人っていうのは、そのほとんどが私が見る限りですけども、大概1年以内に、まあその海外での生活に馴染めずに、その未来を思い描けずにですね、日本に帰国してます。で、これ肝に銘じてですね、必死に語学を学んでいただければと思います。で、もちろん英語以外に、例えば会計とかプログラミングとかできるとなおいいですよ。で、それはその通り。けど何度も言うけど、語学っていうのはそれだけで立派なスキルです。だから自信持って語学学習に集中してください。今あなたは本当に金になるスキルを習得中です。自信持ってください。これ叩かれちゃうかもしれないんですけれども、こういうネガティブなことを言う人っていうのはですね、要するにやらない理由っていうのを探してるんですよね。まあ英語にしろ中国語にしろスペイン語にしろ、そのマスターするっていうのは難しいから、まあさっきも言ったけど、ほとんどの人っていうのは途中で挫折しちゃうんですよ。で、そういう人たちが、まあ負け惜しみみたいな感じで、語学なんてコミュニケーションツールの一つでしかないとかですね、大して重要なスキルじゃないとか、もっと重要なスキルがあるとか、まあ、自分にこう言い聞かせるんですよね。重要じゃないからやらなくていいと。で、もはや自己暗示。で、それを他の人に言って、勉強頑張ってる人の足を引っ張るんですよね。で、もう一点。これも本当に気をつけていただきたいんですけれども、語学を勉強してるっていうのと、これプラス海外移住をしたい。で、この目標が2つになるとですね、さらにこう、ネガティブなことを言う人が5倍ぐらいは増えます。で、そのネガティブ度もですね、一気に増すんですね。で、もうこれは体験談ですよ。で、やれその海外の物価は高いとか、治安が心配だとか、英語を話せるだけじゃ雇ってもらえないとかですね、失敗したらどうするんだとか、こう英語を勉強してる、まあ目標が一つの時よりもさらにこういろんなことを言われると思いますよ。だこういうネガティブなことを言う人たちって、自分たちは悪いことを言ってる意識はないと思うんだけど、もう私から言わせりゃですね、人の夢とか野望を邪魔する本当にね、目障りなものですよ。で、今、だから勉強してる人ね、こういうネガティブな意見を己の燃料に変えましてですね、その語学学習っていうのを続けて、外国をものにして、海外就職、海外移住して、成功した後ですね、そういうネガティブなことを言った人たちにですね、バッチリこう100万ドルの笑顔でですね、報告してあげましょう。で、結論なんですけども、語学は金になる、これは間違いない。なので気にせずに勉強を続けてください。というわけで、外国語を勉強している時に出会うネガティブな意見とですね、それに対する反論でございました。ご視聴ありがとうございました。